はい、12月2日でございます。今日の FX ドル円の相場解説はエントリーです。ズバリ今日はエントリーできますよ。私はね、ここでね、ちょっと勝負をかけようかと思います。まあ勝負ってほどね、でかい動きじゃないんですけども、まあ今日からセルに入ってもいいんじゃないかなっていうところね、今日はお話していこうかと思います。じゃあ画面切り替えますね。いやいや、今日あたりはね、もうね、稼いでいかないと水曜日ですからね。さあ、これデイリーでございます。デイリーなんですけども、もう分かりますよね、私がやろうとしてること。これね、私がやらなくてもみんなできないといけないですよ。こういうふうにチャンネルラインを引いて、ちょっともうちょっと下かな。で、この中でいわゆる斜めのレンジって考えてもいいんですよ。これを斜めにレンジに入ってるわけじゃないですか。こういうふうにね、上に当たったら下に行って、下に当たったら上に行くのを繰り返すでしょ。まずこれができることが大事です。こういう風な線を引けることが。さあ、そこでですね、これ上に行って、こっからですよ、さらに上に行くのか、それとも下の方に行くのかってことですけども、今日あたりね、これ下に行くんですよ。というのが、これ、私が注目してるのはこのヒゲが上にぐーっと出てるってことなんですよね。移動平均線が下に広がってるということです。下にね。で、無論全体的な流れが、こういうふうに下の方に行ってるよってこともありますけどもね。で、4時間の方を見るわけですよ。4時間の方はね、多分ね、上髭が出てるんですよ。ね、これ上髭出てますね。上髭が出ている陰線で、2つがね、一番右の2つが終わってるでしょ。で、高値が切り下がっていること。安値もね、これ切り上がってるんで、ペナントにも見えるんですよ、こういうふうに。こういうふうにね。見えるんですけども、まあ、こっからね、下に行くだろうなと。大きな上の上髭が出てますからね、私はこの4時間はまだね、このペナントの勢いを残しながら、もうブレイクの直前なんじゃないかなというふうに思ってるんですよ。で、1時間見てみましょう。最終的に1時間で決めるんですけどもね、1時間で決めるときに、まあ、何がね、まずは言えるかっていうと、ここがね、なんて言いますかね、まあちょっと難しいんですけども、これは私はね、もうレンジなんだろうなと思うんですよ。で、ここに大きなヒゲが出ていて、上に行きそうなところが、このあたり。この幅でね、即売りの勢力がここで入ってるんですよ。それはどこかというと、このあたりですよね。だから、こっから下落がドーンと始まってるじゃないですか。ね。で、さらにここで一段、大きな下落が始まってるわけなんですけども、この圧力がね、多分、売りに走ったと思うんですよ。で、売りが一旦整理されたんだけども、で、ヒゲを出して止まったんですけども、止まらずに、もっともっと下に行ってるわけですよ。で、移動平均線はここで、収束して、先っちょがね、ちょっと下の方に向かってるんですよ。これはね、本当に分かりにくいんですけども、今まで何回も繰り返してきたところによると、このチャート見たらね、このあたりの特徴が出てるんですよ。このあたりの特徴が。だから、徐々にこういう風な移動平均線の形になっていくんだろうなと思って、根っこから入るつもりで、私は今日ここからね、セルでエントリーしようかなと思ってます。はい、今日はですね、ちょっと熟練度が増していないと見えないところだったんですけども、勇気もいります。そうならない場合もありますからね。まあ、ですんで、今回のエントリーが確実に、利益をものにするってわけではないですし、確実にセルに向かうってわけではないんですけども、私の今までの FX をね、やってきた、4年以上やってきて5年目に立ち返る、この、ずっと毎日チャートを見てきたところによると、この形はセルに行く可能性が非常に高いと思います。普段は4対6って言ってますけども、これはね、8対2ぐらいでセルの方に向かうんですよ。もちろん、2の方が来る可能性もありますんでね、ロスカットは必ず引いていきましょうね。ということで今日は以上でございます。セルで入る。今日はセルで入りますよ。いってらっしゃい。